バイデン政権は3月11日、中京ウイルス経済対策のための2021年アメリカ救済計画法案を成立させ、1.9兆ドル、約200兆円の予算を計上しました。それにより民間企業や地方政府は、医療用品の購入量を増やすことができるようになります。しかし、マサチューセッツ州のスティーブン・リンチ民主党下院議員は、警鐘を鳴らしています。 This is a gap in our national security that we can address ourselves rather than offshoring that capability to countries that are hacking our federal government, hacking our domestic companies and who are not acting in a friendly and supportive way. Massachusetts州のスティーブン・リンチ民主党下院議員はアメリカ救済計画法案から資金を受ける企業や地方政府に対し アメリカ製の医療用品を購入すするよう呼びかけていますしかしいまだに医療用品を海外から仕入れる企業があるのが実情です。 昨年4月マサチューセッツ州は中共政権と交渉を重ね中国から100万個以上の医療用マスクを購入しましたしかしその多くは企画適合した N95 マスクではなく KN95 と名付けられた中国製でしたボストンのいくつかの病院はその使用を拒みましたアメリカの国立労働安全衛生研究所が認定した N95 マスクではなかった方です スティーブン・リンチ議員はボストン・ヘラルド紙に対し、アメリカを守るために敵に頼らざるを得ないとしたら、アメリカが窮地に陥ることは目に見えていると述べ、我々の将来と安全を。 アメリカの利益に敵対する国の政府に委ねるべきではないと語りました。NTD はマサチューセッツ州知事にコメントを求めましたが、まだ回答は得られていません。NTD ジャパンがお伝えしました。